ちょ、お前何やってんの。こういうのはまた次回母と会った時にやりなさい。え、またあるの。当然。というわけでせっかくだし、これはみんなで食べましょうか。え、いいのか。やったー。私ここのお菓子超好き。へえ、私初かも。の、え、何これ、いじめ。いじめじゃないわ、しつけよ。引きがやくん、待て、ハウス。わざわざ言われんでも、だいたいいつも家にいる。それこそ家でやれって感じですけどね。小町は家でもよくやってますよ、兄のしつけ。うわ、なんだこの兄弟、キモ。なんですと、失礼な。そう、では散歩に連れて行かないといけないわね。その、今度の週末とか。いや、行かないけど。は？え？何か予定でもあるの？ほら、やっぱりないじゃない。答える隙なさすぎだろ。フリースタイルは男性だぞ。ルール守れ、ルール。ダメだよ、ユキノン。ちゃんと持ってないと。私がもらっちゃうから。とんだ泥棒猫がいたものね。これは私の所有物なのだけれど。どうかな？まだわかんないよ。ちょっと目を離したら取っちゃうかも。私、欲張りだから。いや待て、その落花生パイは俺のものだ。なんでお兄ちゃんが張り合ってるの。おめえじゃねえ、座ってろ。これあげるから。ありがとう。お茶入れましょうか。とびきりぬるいやつね。ほんと、ぬるいな。あっ、うわ、え、これ最後の一個なのに。あ、うまっ。うまいのは当たり前だ。千葉が誇る名家だぞ。私、こういう時いろいろ試したいタイプなんですよね。これあげます。え、いや、あげますって。おいしいですよ。誰かのものって最高に美味しい。引きがやく。引き。